はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、左下ご覧ください。久しぶりに、呪術廻戦モッドで、遊んでいくんですけど、今回ですね、こちら、ワンピースモッドも持ってきました。で、呪術クラフトがあるんですけど、まあもちろんね、その前回鬼滅の刃でやったんですけど、ウロコダキさんにすらまずルフィは勝てないんですよ。なので、まあ呪術廻戦の例えばジョーゴとか出そうもんなら無理だし、多分マキさんでも多分無理だと思うんだよね。マキさんでもおそらく、まあこもう瞬殺ですよね、これ。まあ仕方ない、もう呪術クラフトの強さだったらそれぐらいなので。だからルフィがね、まず呪術クラフトと戦うことはちょっと不可能かなって思ってたんですけど、一つ、このルフィを最強にする方法があったんですよ。はい、こちらですね、無惨様の血です。この無惨様の血をワンスタックまず飲んでみようか。まあ無惨様の血はまああれだね、真の鬼殺隊モードを使うと無惨様の血を与えることができて、もう1個10個与えただけでもとんでもない強さをまあ出すことができるんですよ。まあぜひね、最強になったマイキーみたいな感じの動画の見てもらえばわかるんですけど、もうすごい最強になることができるので、だこれを今回もうワンスタックいってみよう。まずどうだ、ワンスタックぐらい多分やんないと、もう僕はこの体力999ぐらいまでやった方がいいかなって思ってるぐらいなんだけど、わあでもだいぶ強くなった。これでどうだ、マキさんとちょっとやってみましょうか。今これ最、まあワンスタックのルフィです。もう最強になりましたよ。もうさっきまでだったら1ダメージすら入らなかったけど、果たして今度はどうだ。でもワンスタックでも多分ね、さっきね本当に攻撃してたけど1ダメージも入らずに瞬殺されたから、あーでもまあまあまあでも強くなってきたね。でもこれじゃまだまだ、さすがにマキさん相手に60ダメージではこれではいかんですよ。ということで、もうワンスタックいく、もうワンスタックぐらいでいいとは思うんだけど、はい、じゃあもうワンスタック与えて呪術廻戦のキャラクターとちょっと戦わせてみましょう。本当に、あ間違えた、ガチの、なんだろう、ジョーゴとか、そこら辺に挑みましょう。もうワンスタック。まあ、一応ちょっと、あと2個ちょっと追加しますけど。さ、体力600、あ、6、これでいいかな。はい、約2スタック。さ、636。これだったら、まあ、マキさんは多分余裕で勝てると思うんだけど、ジョーゴ行く、ジョーゴ。ジョーゴでも敵対相手だから、おそらく、はい。戦わないよね。そうだね。じゃあ、ちょっと無理やり戦わせましょう。多分、これで戦うと思うんだけど、いきます。はい。さあ、いった。さあ、いったぞ。さあ、どうだ、果たして。おっ、ルフィ、ルフィ強い、ルフィが硬い。さすが。それか、もしかしてあれか、炎技効かないか、確か、ルフィ。ゴムゴムつけてるからさ、炎効いてないんじゃないこれ。あ、ちょっと効いてるか。いや、でもこれ、ジョーゴ相手でも戦えるようになっている。強い、ガトリングがやっぱり強いね。あ、多分もう本当にいい勝負、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 あー、いきなり大ダメージ与えた。レベルが66になんか僕なりました。やったぜ。全くなんか関係ないけど。ジョーゴ残り体力105。ルフィは？ルフィさんの体力は ?300! これはルフィさんの勝利か、勝利です。あー、ジョーゴで半分か。となると、これ、五条先生もいけるんじゃないか？学生時代の五条先生行こうか、これ。いや、おっこつくんか。おっこつくん行こう、おっこつくん。いや、待て待て待て。おっこつくんはちょっと、あまりになんだろう、リカちゃんいるから、ちょっと、多分、ルフィ、振りすぎるので、当時行こう。殴り合い。殴り合い。さあ、どうだ、果たして。これ、ゴムだけど、効いてる？打撃効いてんのかな？効いてそうだね、効いてそうだね。さあ、果たしてどうだ。攻撃、攻撃する暇がないか。いや、攻撃する暇はある。ダメージ与えてるね。いや、これいい勝負かもしれない、当時とルフィ。でも逆に言うと、当時って本当に最強キャラ。いや、でもこれはもうちょっと端っこに追いやられては、さすがのルフィも厳しいか。いや、今のところはちょっと完全にルフィがちょっと不利になってしまっているが、しかしこのガトリング、このガトリングで一気に形勢が今逆、あー、びっくりした、ごめん。なんか急に、なんかいなくなっちゃってね、41の経験値を得たからさ、あれ、なんかこれやられたかなって思ったけど。さあ、これどうだ、あー当時相手だと333、まだ
最強のルフィ2スタックでは勝てないか。ではじゃあ3スタック、3スタック伸ばして今ちょろっと出しましたけど、スクナやってみようか。ルフィさ出して、そして3スタックですよ。この驚異の、この見てください、このカチカチを連打をしております。じゃあちょっとこれで3スタック与えて、まあ当時とスクナだったらもう全然スクナの方が勝てるから、だからでも当時に体力半分まで、2スタックで当時で体力半分でしょ。でスクナだったら当時とどうだろう、まあでも意外とどっこいどっこいなところあるからな。さっきはちょっと今ルフィがさ、その当時に端っこまで追いやられてたってのがあるから、どうだこれ、体力892、約900よ。いきましょう。さあ問題は領域展開が出るかどうかな気がするな。うん、多分強さ的には普通に何も技を使わずにっていうか領域展開使わずだったら、これ今見ての通りほぼ互角、少なとほぼ互角の今感じだね。体力が900あった。そうだね、ガトリングが本当に強い。あとはチリーンが鳴るか。いやでもこれは結構長期戦になるだろうから、これダメージ的になるから長期戦になればなるほど少なは有利なんだよ。領域展開が出るから。本当に少なの弱点っていうかさ、苦手キャラっていうのは多分当時みたいなアタック系のキャラで、もうその領域展開が出る前に技をもう倒されるみたいな、そういうことがない限りかなり少なに対して勝つのは厳しい。いやでもちょっとやっぱり少なの方が、3スタック飲んだとしてもルフィと少なだったら少なのが勝利がなんか硬そうな気がしてきたぞ、これは。さあどうだ、果たして。さあこれでフーガでやられたー。302、そうか、領域展開も打たずに体力302残ってんだね。やっぱり少なは、まあでもそうだよな、少なの方が強いよな、そりゃ。でも3スタックって相当だよね。じゃあどうしよう、当時にリベンジ3スタックでする。いやでもそうするのあれだし、五条先生行ってみるか。いや待たれい、それだったら、せっかくだったら黒死亡殿にルフィの2スタックで行こう。いや違うな、当時だったら3スタックだ。黒死亡だったら多分3スタックなんじゃない、いや2スタックで行くか、2スタックで行きます。2スタックで黒死亡 VS、2スタックルフィ、それでちょっと戦わせてみましょう。だ多分黒死亡の強さが、いやでも当時よりかは圧倒的に多分強いでしょ。その当時に体力半分しか与えられないっていうことは、あ、じゃあやっぱり3スタックいくか、3スタックいきます。ごめんなさい、ちょっとコロコロ変わってしまって申し訳ないんですけど、さあルフィ強くなりなさい。まあでも今後ね、オルカ様がまあアップデートというかね、ワンピースモッドのアップデートがあると思うので、まあその時にもしかしたらもっとギアね、サードとかギアフォースとかまあ出し始めたら、もそのこの最強のルフィになるんじゃ。あぶね、ちょっと待って、あぶねあぶね、今燃やすとこだった黒死亡さんを。あぶねあぶね、黒死亡様を燃やすわけにはいかない。ではいきます。さあその、あーそうか、敵対するもんね。じゃあちょっと待ってね、じゃあこうして、またねー。さあ始めたまえよこの戦いをね。さあガトリング、さあ少なと、いやでも、あ、これやっぱりいい勝負ですね。これはかなり黒死亡、多分本当に一緒くらいなんじゃないかな、3スタックで。3スタックで多分黒死亡といい勝負な気がするね、これは。うん、見てると。あ、ん？でしょうか。おー、黒死亡、上から、ルフィこれ、このぴょんぴょんマジックになるとちょっとね、ルフィの良さが出られないから、早くちょっと、このぴょんぴょんマジックから、OK、解放された。さあ、ガトリングで一気にダメージ入るからね。あ、でも、ルフィがかなり体力削られてる。これ、ぴょんぴょん攻撃がかなりきつい。端っこに寄られてるのね。でもこれバリアブロック貼っとかないと多分吹っ飛ばされちゃって、もう戦わなくなっちゃうんだよね、これ。バリアブロック貼っとかないとね。もうちょっとあれか、その広くしてもよかったのかな。なかなかでもこれガートリングが入らない、ルフィの黒死亡にダメージを与えることができない。いやしかし体力的にはどうだ。でも黒死亡の方が体力多分低かったからな、ダメージで言うとおそらくもうルフィのが圧倒的にダメージを受けている。さらに黒死亡はこれ第2段階もあるから、これまだ第1段階の状態なんだよね。この第一段階の状態でこれってことは、やはりルフィの体力はもう本当に1024だっけ、マックス、それぐらい与えても正直これ黒死亡にはもうちょっと、これやっぱりフィールドちょっと待ってね、上げるべきかもしれない。ちょっとなんかルフィの良さが出てない気がするな、これ。ガトリングがぴょんぴょん飛び跳ねて、
与えることができない。あの、端っこにすぐ追いやられちゃう。あー、しかしもうここで、残念ながらルフィは、やられてしまったと。なるほどね。これ、あー、100にまでいけるんだ。レベルめっちゃ上がるじゃん、私。はい、ということで、今回は、よいしょ、最強になったルフィで、まあ、呪術廻戦のキャラクターですね、基本的に。ほぼ全員と、ちょっと戦わせてみたんですけど、結果としては、まあ、ワンスタックで、ジョーゴとかと多分いい勝負になるのかな。で、ツースタックで、ワンスタックじゃダメか、ツースタックか。ツースタックでジョーゴも倒すし、ツースタックだと、まあ、当時、だから、3スタックだと当時とほぼ互角って感じで、になるのかな。で、少なにも体力、まあ、300、700ぐらいまで削ったからね。はい。まあ、ということで、今後ね、まあ、オルカ様の、一応、モッドのアップデートはどんどんされていくと思いますので、またその時にね、その、まあ、呪術、いつかね、その、ワンピースモッドの強さがどれぐらいになるかわかんないけど、また呪術廻戦とか鬼滅の刃のね、キャラクターと戦わせればなと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。